おはようございます。おはようございます。セルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、何の動画をお届けするのかって言ったらですね、ハンター株 CT125 に装着しましたノーマルエンジンでも使えるオイルクーラー、8フィートウィークエンドで買ってきましたですね、このオイルクーラーについてお話をですね、また続編をお届けしてみたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、今ウルトラ G4 っていうエンジンオイルをこいつに入れて CT125 に入れてですね、1000キロぐらい走ってきたんですよ。で1000キロ走ってきたらですね、だいたいどんな 100% 化学合成油でもですね、ちょっとシフトフィーリングがどうかなみたいな感じになってきてるんですけど、ほとんどねシフトフィーリングがですね変わっていないというわけでございます。それはなぜかって言ったらですね、多分これだと思うんだ、オイルクーラーだと思うわけでございます。こいつで走っていたらですね、オイルクーラーなしの時よりもですね、だいたい油温がですね10度から15度ぐらいですね下がるというわけでございまして、なかなかですね油温がですねバカみたいにですね熱くならないというわけでございまして、オイルの劣化がですね非常に少ないんじゃなかろうかということをですね考えているわけでございます。でね、油温計もつけましたっていう動画をですね撮ったじゃないですか。よっこらちょっと、まあいいか、これはまあいいか、これはって言ってもですね、とりあえずつけてしまったんですけど、最初にですねボルテージが出るんですよ。こっからですね油温に切り替えるまでがですね時間がかかるんで、ちょっと皆さんにですね待っていただいておりましたら出ました 44.3 度。これがですね120度になりそうだなって思ったら、おずさんですねもうエンジンを止めるように休憩させることにですねしたんですよ。まあなかなか120度ならないんですけどね、うん、そういうことをですねやっていたらですね、エンジンオイルがですね非常に持つというところをですね発見したというわけでございます。だから分かったんだよな、何かって言ったらですね、1000キロでシフトフィーリングがいつもですねなんかありゃっていう風になっていたっていうのがですね、130度もう連発して超えてたんだなっていうことがですね分かりました。 100% 化学合成油って言ったらですね、130度を超えたらですねどん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 ですね性能がですねまあ劣化していくって言ってもいいのかな、中にはそういうエンジンオイルじゃないやつもあるんですけど、相対的にですねそういう風に言われてるじゃないですか。130度を超えていったら性能が劣化していって、シフトフィーリングとかですねそういうものがですね、回転フィールがですねガサツになっていくっていうふうなことがですねあったんだなっていうことをですね認識したというわけでございます。エンジンオイル結構持つよな。これだけ持つのであればですね、ちょっとこのウルトラ G4 に関しましてはですね、何キロぐらいでもうシフトフィーリングがガチャガチャになるのかっていうのもですね試してみようかなっていうふうに思います。いずれにしましてもですね、このオイルクーラーと油温計っていうのをつけていて、オイル温度をですね管理していたらですね、エンジンオイルが長持ちするっていうことがですね分かりました。長持ちするのであれば、ちょっといいエンジンオイル使って贅沢して、まあ2000キロも持つかな、どうかな、2000キロは持たないだろうな、まあそんなことを思いながらですね、今後はですねそういうこともですねやっていこうかなっていうふうなことを思っておりますという動画をお届けいたしました。おすすめですこいつ。うん、もう漏れないしね、なんか不具合出るかなって思ったんですけど、全くですね不具合も出ないというわけでございますので、おすすめ、そして油温計もねっていうお話をしまして、本日の動画を終了させていただきます。ではでは、ぶっちゃけコーナー、ぶっちゃけコーナーでございますよ。そんなわけでございましてですね、1000キロ走ってもシフトフィーリング変わんねえなあんまり。いやいや、だったらよ、なんかコストパフォーマンスを求めてね、安いオイルを、まあ安いって言ってもそこそこするんですけどね、安いオイルを1000キロごとに交換するっていうのもなんかめんどくせえなみたいなことを思っていたんですけど、そうなんですよ。まあね、どうのこうの言っても今からですね暑い季節になるじゃないですか。その中でオイル交換かんって言ったらですね、多少なりともですねめんどくせえなと思っていたんですけど、
ああ、どうしようかな。高級エンジンオイルを入れて2000キロまで持つかどうかっていう実験もですね、これからですね、繰り広げていこうかな、行こうかな、行こうかな、そうだよね、みたいなことをですね、思っております。シェルアドバンスウルトラじゃなかった、 NC41、NC40が5ウィンター30だったな、確か。どっちかがね。あれ、突っ込んでみようかな。すごいよ、リッター4000円だよ、リッター4000円だよ。でも2000キロ持つんだったら、ね、今までのコストパフォーマンスで比べたら、リッター2000円と換算すればいいのか。何の話しようりんや、おじさん、みたいなですね。まあ、とりあえずですね、そういうですね、NC41、NC40 っていうのもですね、視野に入ってきたというお話をしておきました。まあ、おまけコーナーですから、もう一つ言うとこうか。ニューテックのエンジンオイルはですね、MA 規格じゃないんで、クラッチが滑っちゃうんで、おじさんのハンター株はね、まだ新しいうちはクラッチ滑らなかったんですけど、最近そういうですね、MA 規格じゃないエンジンオイル突っ込んだらですね、クラッチが滑り出すというわけでございますので、先に竹側の強化クラッチスプリングをですね、入れて、それからですね、NC4041 シリーズをですね、導入して試してみたいと思います。5ウィンター30の方はね。ではでは。